打順はトップに帰って近本。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。そうですね。タイガースランナーはなくなっています。今日の先発ピッチャーはドラゴンズが松葉、そしてタイガースが西、この2人の投げ合いとなっています。インサイド落ちました。強い打球入れました。ファールボールです。ボールカウントは2ボール1ストライクです。打ちました。ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。近本、これが今日の初ヒット。2アウトランナー2塁。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ楽しみに見たいと思いますね。そうですね。そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。これが初球。初球ボール。惜しいですね。はい。ストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。変化球タイミング合いません。外、これは外れます。ちょっと合わないようです。3ボール2ストライク。打ちました。流しました。三塁線落ちてフェア。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー2塁です。さあ、そして打席には中野入っています。さあ、得点圏には先制のランナー。まずはストライク。ここはバントを警戒する守備体制ですね。ランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功です。この場面でランナーを三塁に進められることとなりました。当然警戒はしてたんでしょうけど、簡単に許してしまいましたね。インコース高めはストライク。ここは絶対抑えたい場面。ランナースタート。キャッチャー三塁送球する。ホームに送球。ホームに送球する。ホームに送球。ホームに送球する。ホームに送球。サードランナーホームイン。近本ホームスチールを決めました。